おお、すごい。別人。皆さんこんにちは、美容師の山です。今回のゲスト様は海外からね、ご来店いただきました。まあ、昔から付き合いがあったんですけど、長い間海外に住まれてて、今回、帰国で、アナログの家にご来店いただきました。めちゃくちゃ長いですね。結構ね、外人さんって長い方が多いらしいんですね。ですので、まあ、彼女もね、とりあえずこう長く、そんなイメージでしょうか。ですので今回もう40センチぐらいでしょうかね、もう本当にバッサリって言っていいぐらいの長さだと思うんですけど、思い切って切らせていただきます。もうね、カラーなんかもしていらっしゃるので、もうちょっと乾燥して毛がね、ちょっと傷んでしまってる状態ですので、まあバッサリねカットしてリセットするっていうのは、まあちょうどいいんではないでしょうか。どうでしょうか、この長さ。すごく長いの分かりますか。本当にスーパーロングって感じですよね。こういった感じの長さがある方をバッサリ切るときっていうのは、本当にね、腕の見せどころでもありますし、自分の中でカットしていくね、シミュレーションを組み立てながら切っています。まあ、イメージをね、思い切り変えたい方とか、バッサリね切りたい方なんかは、美容師さんとねよく相談して、どこまで切っていいのかっていうのをね、しっかりこう伝えてもらえると、美容師も迷わずにね切ることができます。今回もね、お客様なんですけど、ちょっとね迷ってて、このまま縛れるぐらい残そうか、もうバッサリ縛れないぐらいカットしてしまうかっていうところで迷われてたんですけど、まあね、せっかくカットさせていただくんで、もう縛れないぐらい切らしてもらった方が雰囲気も変わってね、いいんではないかと思って、私青山も背中を押すような感じでおすすめしました。まあ、お客様っていうのはバッサリ切ったらどうなるっていうイメージがもう全くつかない。切り始める前っていうのはやっぱ人間なんで不安というかね、本当に似合うかなとか、そういったちょっとネガティブな気持ちもね出てくるので、そこをやっぱりまあプロとしてバッサリね切った方が良くなるよっていうアドバイスで、やっぱり切ろうかなっていう気持ちにさせる、そういったこともね大事だと思います。まあ、例えば仮にこのゲスト様がね、バッサリ切らずに縛れるぐらいの長さでお帰りになったとすると、満足度的にはどうなのかなっていう部分ですよね。あと次にご来店していただける予定とか、そういったのもね、ちゃんとカウンセリングで聞くのが大事かなと思いますね。仕事で縛らないといけないとか、そういったね規制があったりとか、そういった時はここまでこうバッサリいかない状態だったと思います。まあ規制もなく切っちゃおうかなぐらいの、言葉が 70% から 80% ぐらいだったので、じゃあ切ろうと、そうなった時にじゃあもうお任せしますっていう感じに、まあ持ってくるというかね、ゲソさんももう切るモードに入るというか、入れるというかね、そういったことがこういったねバッサリカットを成功させる秘訣ではないかなと思います。ですのでシンプルに、もう髪もね正直ちょっと傷んでるので、切らしてもらってリセットした方が絶対良くなるなと思ったんで、もう切る方向でお話をね進めて切らしていただきました。やっぱりね、髪が傷んでる状態で中途半端に残してしまうと、すぐね髪が引っかかってしまったりとか、美しく見えない、そんな状況になってしまうので、いい機会だと思ってもうバッサリそこも切らしていただいて、バッサリ切ってからねまた伸ばしていけばいいと思いますし、まあ、バッサリ切ることで周りからのね反応もすごくあると思うので、私は今回はねおすすめしてます。まああと後ろをねバッサリ切って、ゲストさんの場合はね前髪が長いんですよね。なので切っても大丈夫だと思います。この40センチ後ろを切って前髪まで短くしてしまうとすごく印象が変わりすぎます。ですので本当に前の髪、サイドの髪っていうのはすごく繊細に扱います。前髪を、まあ、作らずにねボブの長さにキープしとくっていうのはすごく大人っぽい感じの部分になるし、まあ、後ろはね40センチ切ったところで、はまりやすいです。例えば40センチ切らずに長いままで長い前髪を目にかからないぐらいバッサリ前髪カットするか、後ろを40センチバッサリ切るかっていうので、どちらが印象が変わるかっていうと前髪なんですね。それぐらいやっぱり前髪っていうのは顔がね隠されてた部分が
こう出てくるっていうのもあるし、それぐらい印象を変えるものです。ですので、まあ、後ろのバッサリっていうのは、まあ、切るね条件が整えば割とねサクッと切ってもそんなに問題ないかと思います。それよりも私青山気使うのはゲストさんのね顔周りですね。前髪とかサイドの髪っていうのは、ね、すごくね細心の注意を払って切るようにしてます。やっぱり髪型って前髪フェイスラインっていうのもすごく大事なので、前と後ろ、別々のもんだと思って私は青山切ってますね。これからの季節、まあ、バッサリイメージを変えていきたい、そんな方は今のアドバイスをもとに切られるとね結構成功するしいい反響がもらえると思いますね。切った時にねゲスト様がもうリアクションを見たらね気に入ってるか気に入ってないかっていうのはもう分かりますから、その中でどこをねポイントに考えてイメージを変えていくかっていうのはさっきお話しした通り前髪と後ろの髪のバランスですね。そこはとても大事だと思います。髪をギリギリ縛れる長さっていうのは例えばスーパーロングからミディアムに持ってきたとしてもそんなにイメージが変わらないと思うんですね。肩より上ってなってくると新しい髪型になってくる、そんなイメージではないでしょうか。やっぱり肩に当たっている髪がなくなってくるとスッキリ感も出るしボリュームをね上にこう出しやすい、やはりロングの方はイメージ変えたい時はもう肩の上の長さに設定する時は大幅なイメージチェンジ、肩に当たる長さ縛れる長さっていうのは割と安全な長さというかね、今までのニュアンスも残しながらでもなんかさっぱりした、そんな感じでしょうか。もう乾いてねだいぶ雰囲気が出てきましたね。襟足もかなり短い感じになり始めてます。まあ、この辺りまで来るとゲストさんもなんとなく仕上がりが少し見えてきてちょっとね表情も嬉しい感じのリアクションになってきますね。今まで長い方はもう毛量がねもうびっちり詰まってますからもうベースのカットしてからは、量をね丁寧に調整して仕上げていきます。結構バッサリ切る時っていうのはやっぱりねゴールのイメージがつかめない見えてこないっていうところで結構ねやっぱり切るのやめるとか、そういった方もいますので、まあ別にバッサリ切らなくてもいいんですけどやっぱり変えたいっていう方はそこにもねやっぱり成功法則っていうのがあるので、ほんとシンプルなことなんですけどバッサリカットをね悩まれてる方ぜひ、そういったことをね覚えておいてもらえると比較的ねチャレンジしやすいと思います。ゲスト様とってもいい感じになってきました。とっても軽くなっていい感じになってますね。それではゲストさんのリアルなコメントをお聞きください。いい感じ。後ろ姿自分でも自分だと思えない長年あんだけ長かったから。ゲストさんのビフォーアをご覧ください。本当に長いですね。この状態からバッサリ切らせていただきました。バッサリ切るって決まれば本当に1時間もあればねすごくイメージ変えることができます。いかがでしょうか。丸みがあってとってもいい感じのボブになりました。ゲストさんもねすごく気に入ってくれてました。また海外からねご来店お待ちしてますのでその時はねよろしくお願いします。紙でお悩みの方は美容師青山にご相談ください。 LINE かお電話ネット予約でも大丈夫です。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。